ILC のサイエンスということで、あの今日はお話しすることになりました。えっと、ILC のざくっと言いますと、ILC というのは宇宙を作るタイムマシーンということになりますので、まあ、この内容についてこれからお話しできます。で、割とこうあと初歩からあの今日お話ししますので、もうすでによくご存知の科学者の方にとっては、なんかあの、こんなの聞いたいよという部分が多いかもしれませんけどもあの、最近の新しい話もありますので、最後までお続きをいただければありがたいですで。この宇宙を作るタイムマシーンと言いましたけども、具体的に何をやるのかと。 であのやりたいサイエンスというのは、本当にこういう素朴な質問ですね、私たちはどこから来たのか、なぜ存在するのか、宇宙はどういう仕組みなのか、宇宙は何で来ているのか、ILC はこうした本当に世界の誰でも考えるような深い疑問に答えていくための科学的実験施設で、本当に長く何十年間も発展しながら続けていく施設になるというふうに思っています。 タイムマシンという意味ですけども、例えば宇宙はどうやって始まって、なぜ我々は存在するのかということを知りたい場合には、当然必要な装置はこうタイムマシンなわけですけども、一つのタイムマシンとして科学者が使っているのはこう巨大望遠鏡です。ここに映っているのはスバル望遠鏡で日本が作った望遠鏡ですが、このスバル望遠鏡の場合には、径が8.2メートルという巨大な鏡を使う。巨大な鏡を使うと、えっと、光をたくさん集めることができる。光をたくさん集めるということは暗いものが見える。で暗いものが見えるということは遠くが見える。 何十億年もかかっているので、何十億年昔が見えるということで、本当に過去を見ながらにしてみる、そういう装置だということで、ある意味でタイムマシンの役割をします。それと一方、あるところから向こうは望遠鏡を使って見えないという原理的な原因があることも分かっているので、その先はどうするかというと、その宇宙をやってみるということになります。それが宇宙を作るタイムマシンという意味なんですけれども、その宇宙をやってみる装置っていうのがこの加速器と呼ばれる装置で、これについてもまた少しあと簡単に説明したいと思います。 まず望遠鏡を使いますと、その遠くのものが見えると言いました、例えばここに写っているのはスバロー望遠鏡で撮ったアンドロメダ銀河の写真で、アンドロメダは230万光年先にあります、でこれは、まあ、宇宙の中では本当にお隣さんなんですけれども、それでも光では230万年かかるというわけですから、アンドロメダにいる宇宙人が、我々の地球にあの望遠鏡を向けて、どんな生物が住んでいるかとか見ると、すね我々はまだこういう格好をしているわけですね、230万年前ですから、まだ類人猿です。 でここに写ってるのは銀河団の写真で、これは22億光年先にあるわけなので、ここにいる宇宙人が地球を見ると、我々はまだ単細胞動物だということになるわけで、でこうやって遠くを見ることによって過去を見るで。ここに写ってるのは実は133億光年昔の銀河の写真がこう写ってるはずなのか見えなかったんですけど、すみません、あれなんか失敗してますね。えー、っと、なんだ何がいけないんだあ、こうだ。 はい、すいまません失敗しましたでここに写ってるのが133億光年向こうの銀河なわけで、まあ、こういう写真も撮れてるっていうのは技術もすごい進歩なわけですけれどもここにいる宇宙人が地球を見ると実は何も見えないで太陽系ができたのが45億年前と言われてますからまだ生まれてないので何も見えないでこうやって過去を下がっていくっていうのが望遠鏡を使った宇宙の研究のやり方です で宇宙の年齢は138億年と言われていますから頑張って138億光年先を見ると始まったばかりの宇宙の写真が撮れていると。 これはプランク衛星というヨーロッパの人工衛星が撮った写真で、ちょっと熱いところを赤く、ちょっと冷たいところをこう水色にこうあのわざと誇張して描いたり写真ですけれども、まあ、こうやって生まれたばかりの,あの,あの赤ちゃんの宇宙の写真が撮れてしまう、でこれで望遠鏡でこういろいろ宇宙の研究をしてきたわけですけれども、実はこれはビッグバンそのものではなくて、ビッグバンの表面です。 宇宙が始まってもう38万歳になった時の姿が写真撮れているという状況です。なぜかと言いますと、さっきのビッグバンの写真と言いましたけれども、本当のビッグバンはここにあってで、見えているのがここですから、ビッグバンの表面。これはちょうどこう太陽を見ているのと同じなんですよね。もちろん太陽を見ちゃいけないんですけれども、太陽を見ると、太陽の中心は見えなくて、表面しか見えない。なぜかというと、太陽自身がものすごく濃くて熱いガスの塊ですので、光が中をスーッと行くことはできないので、表面しか見えないわけです。 それと同じで、頑張って遠くを見て宇宙の始まりを調べたいと思って、まあ、頑張るわけですけれども、ここまで来ますと、宇宙全体がずーっと小さくなって、厚くなって、濃くなってきますから、もう光がすーっと通れない、ですからこの先を望遠鏡で見るということはもう原理的に不可能です。 でその Y の宇宙を知るにはどうすればいいかっていうと、その見ることができないので、やってみるということになるわけですね。それで宇宙を作るタイムマシンということです。例えば、宇宙が生まれてまだ3分の時の姿っていうのをやってみるという実験ができます。で、宇宙が生まれて3分のとっていうのは、宇宙がものすごい高温ですから、原子はバラバラで、原子核もバラバラで、中性子と陽子がビュンビュン飛んでいた姿です。で、その様子というのを実験室でやってみるには、中性子と陽子を投げてみると。 そうするとたまにくっつくくことがわかります。でくっついたものっていうのはこうヘリウムを作るわけで,でこれを実験室でやってみると宇宙ののの中ででどのくらいいヘリウムががきたかというのがこれでわかとうります。その結果宇宙の中での水素とヘリウムの比は3対1でなきゃいけないということが予言できるわけですけれども実際に望遠鏡で宇宙にある水素とヘリウムの数を調べてみると確かに3対1になっている。 つまり実験室の中で再現したこの中性子と陽子のくっつくさまっていうのが本当に宇宙の最初に起きたことなんだということはここで確認できたことになるわけですね。でこうやって38万歳よりも若い宇宙で起きたことっていうのはこうやってやってみるということで調べるこれが素粒子物理学多速器を使った研究のやり方です。でちょうどこの宇宙の歴史というのも人間の体質と似ていて最初の頃はいろんなことが起きます。 受精卵がまず4つに細胞分裂して8つに分裂していずれオタムザクシみたいになって魚みたいにエラが生えてアチュールみたいに尻尾ができてでいずれちゃんと背骨ができて人間の世の中の子供に育っていく最初の頃にはバタバタバタっていろんな変化が起きるわけですけれどもそれと同じように宇宙でもこの体内で最初の頃ものすごくいろんなことが起きたと思っていてでこれからお話しする ILC の目指すところは宇宙が始まってからまだ1兆分の1秒の頃に起きたことを調べたいというそういう研究をしたいわけです。 わけですであのちょうど腫れ上がった後の38万歳以降の宇宙っていうのはちょうどもう生まれてしまった赤ちゃんがそれからだんだん育っていくのを見るようなもので実際観測できるわけですけれどもそれ以前の宇宙を調べるためには今言ったように加速器を使ってやってみるという研究をします。というに乗るぐらい 実は原子核量が小さかったというふうに思われています。ですからその小さい宇宙では当然主役は小さいもの、で小さいつぶつぶのことを素粒子と言ってるわけなので、宇宙の主役は素粒子であった。 そそののののの素粒子ががここ宇宙の運命ををううやっっててて決めてきたたんだそれを知りいいというのが研究の目的になってくるわけですですから大きいもの大きいもの遠くへ遠くへ見るっていうこの望遠鏡を使った研究で宇宙の始まりに迫っていくわけですけれどもあるところから以上は実は見えないので逆に小さいもの小さいものを調べていくで加速器を使ってそれを再現していくという研究が宇宙の始まりを本当に知るための手段になっていくんだと。 でこうやって我々はどこから来たのか宇宙はどういう仕組みなんだということを知るというのがこの素粒子物理学と合体してで大きなものを見る天文学と小さなものを見る素粒子物理学が本当に一つの宇宙の始まりを解明するのに役に立っていくということになるわけです。 で素粒子物理学というのはちょっと歴史をたどりますと、もともと19世紀に万物が原子でできているというのを分かったところからまあ始まりがあるわけですがで、この段階ではもちろん周期表にある原子というのがすべてのものの根源だと思われていたわけです。で原子、アトムというのはもう分けることができないものだというギリシャ語ですから、まあ、それがあの物質の根本単位だと思っていたわけです。ところが1897年に原子の中に電子があるということが発見されて、これが素粒子の一つ目の最初の発見です。 でこの電子の発見というのはご存知の通り、将来エレクトロニクスとかでも非常に活躍するようになって、こういう基礎研究の発見というのが、実は本当に現代文明を支えているわけですから、こういうことがこれからも起きると思っているわけですけれども、まあ、ここではっきりしたのは、周期表にある原子は根源ではないとで、ここで距離にして、大体10のマイナス8乗センチというまあ小さな距離まで研究が進んだことになります。 でさらに年代が進んでいって、1932年に先ほどお話した中性子が発見されて、で原子核っていうのは中性子と容赦できているんだということは、ここで分かったわけですけれども、この発見も原子力とか、まあ、これからのまあ夢のエネルギーといわれている核融合とかいったものに結びつくあの技術のもとになっているわけで、長さとしては先ほどの原子の大きさに比べて、さらに5桁小さいところまで進んだことになります。 で1969年になって、この陽子と中性子も実はクォークでできているということが発見されてで、クォークは今では素粒子だと思われていて、少なくとも原子核の大きさよりも4桁以上は小さいということが分かっています、本当に点なのか大きさがあるかっていうのはこれから知りたいわけですけれどもで、このクォークの発見っていうのが、1974年に11月革命と呼ばれる、本当にドラマチックないろんな大きな発見があって、やっと確立したということが素粒子物学の大きな流れです。 でこうやってどんどんこう深い階層が見えてきたのでこの先にももっと深い階層があるんだろうかというのが素粒子の一つの目的ですでそういう階層があればそれは宇宙初期に大事だったということになるのでそれを当然知りたいそれからそれと同時にその物理学の歴史っていうのは統一の歴史でもありましたでニュートンが偉大だったのは惑星とリングを統一したと。 つまり木から落ちるりんごと地球の周りを回る月と太陽の回る惑星がみんな同じ法則に従うというのは当時本当に考えられないことだったわけですけどもそれを見つけたわけですね。でその結果我々が知っている万有威力の法則と力学の法則が生まれてでこれは今ではそれこそ建築とか土木とかに欠かせないあのあの物理学の理解になっているとそれから電気と磁気を統一したのはマックスウェルというイギリスの人で電磁気学というのを打ち立ててこれも先ほどのエレクトニクスのように本当に今の文明になくてはならないと。 例えば電波による通信なんていうのはこれが元になっているわけですそして原子の研究から量子力学というものが生まれそれ以外にもま放射能としてアルファ線ベータ線ガンマ線っていうのが見つかったのがちょうどアインシュタインの死体です でアインシュタインは電磁気学と力学を実はつじつまが合わなかったのでつじつまを合わせるために生み出したのが相対性理論そしてそれをさらに重力とつじつま合わせたのが一般相対性理論ということでこれも現在の GPS とかの基礎になっているんですからこういう基礎科学ですけれども現在の性格にどう必要なものになっています。 そしてこの特殊相対性理論と量子電気学を統一したのが量子電気理学、これ、耳慣れない言葉だと思いますけれども、これは今までの物理学で最も成功した理論で、なんと理論と実験の結果というのが、12桁にわたって完全に一致するというとんでもない理論です。でこれは日本の友永慎一郎が打ち立てた非常に大きなあの功績になっています。 そしてそこに加えてこのベータ線、アルファ線といったものというのが弱い力、強い力と言われる力の発見に結びついたんですけれども、この弱い力と量子電気力学をさらに統一したのが標準理論と呼ばれるもので、これが2012年。 キックス粒子のの発見ででで初めてて完成したというまだ出来立てホヤホヤの理論ですでこの先はこれをさらに強い力と統一した大統理論があるんじゃないかそれとさらに重力を統一した肝理論があるんじゃないかということが議論されているわけでこうやって新しい物理法則を見つけていくでその新しい物理法則が宇宙の始まりを支配してきたんだとでこれを調べていくというのも大きな目標になっているわけです。 でこうやってまあそのいろんな宇宙の仕組みを調べていく中で17世紀にニュートンが見つけた重力マックスが見つけた電磁気学。 そしてそれに加えてその強い力でこれが陽子と中性子を結びつけて原子核を作ってるわけですからこれがないと実は周期表ができなくてで原子としては水素しか存在しないってまあ非常につまらない宇宙になってしまう我々も当然存在できないでそれをちゃんと作ってくれるまあ重要な力ですねそして弱い力っていうのがないと実は太陽も光ることができないので当然これも我々が住むことができない宇宙になってしまいますからこういう耳慣れない強い力弱い力っていうのも実は我々が何で存在をするのかっていうことの非常に大きな鍵になってす。 いるわけですとはいってもここに4つ力がありますので先ほどのスライダーと言ったようにこれが実は統一されてるんじゃないかということを考えてきたわけですが実はヒックス粒子が見つかってしまったのでヒックス粒子が見つかると実はこの4つの力以外にも少なくとも19種類他の床和力。 これはもともと日本の湯川さんにちなんだ言葉ですけどもそういう力があるんだということが分かってきてましてむしろこう発散した状況ですこれをどうやって統治していくんだというのもこれからの研究になっていくわけですでその粒子といって、まあ、非常に基本的な粒子ではありながら小林マスカ理論で言われたように実はたくさん粒子の数があるんだということが予言で当時はこんだけしかなかったのに比べてもっとたくさんあるということをこの2人は予言されたとそしてこの2人の予言の通り確かにチャーム ボトトムそしてトップククォークというのがこうやっってて見つかってきたこれは丸の大きさをそのちょうど粒子の重さに合わせてあるので、まあ、トップがいかに重いかというのはここで分かりますけどもですから重い粒子を探すためには E=MC 事情のアンシテの関係で重さ M を作るためにい、e、いエネルギーが必要であるとでもっと高いエネルギーの加速器を使うということでこういう物質の基本的な構成粒子を見つけてきたというのも素粒子物理学の歴史です。 でこうやっていろんな粒子が揃ってきて現在で標準理論というのが、まあ、このチャートにあるわけですけれども物質粒子がこの緑色のこの6つのレプトンと呼ばれる電子の仲間それからこの赤色に書いてある6つのクォークと呼ばれるこれは陽子や中性子を作るような粒子この 6+6 が物質の粒子です。それに加えええてて力をを伝るる粒粒子子いうのののこ,こに4つありまして電磁気を使える粒子のあの光の 粒光子それから強い力を使えるこのグルーオンと呼ばれる粒子 W と Z っていうのは弱い力を伝える粒子ですでこのど真ん中にある一番大事な粒子がヒックス粒子でこれは実は力の粒子でもなく物質の粒子でもない全く新しいタイプの粒子これが一体何であるかっていうのも実は非常に大きな謎でこの句についてもちょっとこれから触れたいと思います でこうやって素粒子物理学の歴史をざくっとお話ししましたけれども、日本は世界的に非常に大きな貢献をしてきました。先ほどの湯川さんに始まった湯川力、友永さんに始まった量子電気力学、そして小柴さんのニュートリの天文学、南部さんの自発的対称性の破れ、小林マスカー理論の物質・反物質の違い、そして最近では梶田さんのニュートリの質量の発見ということで、日本はこの分野で非常に大きな貢献をしてきました。 そしてこの最初の5つのノーベル賞は標準理論を作るにあたっての大きな貢献なんですけれども梶田さんは実は素粒子物理学で初めて標準理論を超える物理を見つけた方でそれにノーベル賞が与えられたですからここまでは標準理論を確立してくる時代の功績だったわけですけれども梶田さんが開いた新しい時代というのは標準理論を超えるものをこれから見ていくという時代に入りました。 どうやって超えるかということなんですが、これはあの皆さんご存知だと思いますけれども、標準理論では説明できない謎というのが、今では非常にはっきりしてきました。加地さんが見つけたニュートインのに実はちょっとだけ重さがあるんだということなんですけれども、これは実は標準理論では説明できていません。ですから、これはすでに標準理論を超えた理論がなければいけない、標準理論が不完全であるということが分かっている、この,この先何があるんだろうかというのはまだ分かっていないという状況になるわけです。 それに加えて宇宙の物質のほとんどは我々が知らないダークマターである。それに加えて宇宙のエネルギーを一番占めているのはダークエネルギーがあって、これは宇宙の膨張を加速させている。ですから宇宙の95%は実は我々の知らないものできているというのがはっきりしていて、これも教授理論では説明できませんから、これからということになります。 そして宇宙の最初の本当に小さかった宇宙という話をしましたけどもこれをビヤッと引き伸ばして大きな宇宙にしてくれたのがインフレーションこれがなぜ起きたかというのも表示理論では説明できませんそして宇宙がインフレーションが始まった後その熱い宇宙ビッグバンになるわけですけどもその時にはエネルギーが物質になりますから必ず物質と反物質が1対1できたはずです ですが、その半物質はなぜか今の宇宙に存在しない、なぜ半物質が消えたのかというのも標準理論では説明できないので、これもこれから調べていくと。まあ、言ってみれば、何が問題であるかが非常にはっきりしてきたというのが現在の研究の状況です。ですから、ある意味でターゲットは決まっているので、こうしたターゲットに標準を絞って、次の実験をやっていくという標準が定まったと。 でその中で理論的な予想としては、実はこうした標準理論では説明できない謎を調べるにあたっては、ヒックス粒子が突破口になるだろうというふうに予想されていまして、それでまずヒック粒子をたくさん作るということが、こうした非常に大きな謎に迫っていく方法になっていくというふうに考えているるわけでですそこで加速器を作るという話が出てくるわけです。 加速器というのはあのあの日頃、耳見慣れない言葉なわけですけれども、実は日本にはざっと2000台ありまして、ほとんどが病院にあります。でなぜ病院にあるかと言いますと、例えばこうペット診断で、がんの診断をするわけですけれども、ペット検査に使うその試薬、薬というのは、実は半物質を作る特別な薬で,で、自然界には存在しないものですので、それはこうやって加速器を使って、病院で作っているで、作ったその薬を慌てて体に入れて。 で壊れてしまう前に体に入れて、それががんの細胞に集まるんだということなので、こういう加速器というのは病院にあります。で、こうやって診断だけではなくて、放射線治療としてあの治療にも使われているわけなので、日本では実はこういう放射線利用というのは世界でも非常に進んでいるわけなんですけれども、そのためにはやっぱり加速器の技術が役に立っています。で、昔は1台、下に1台あったんですね。このブラウン管 これは実は加速器で、電子を加速させて、ブラウン管の裏側にある蛍光塗料に電子をぶつけると、そこが光ると、でそれを使ってこうテレビを見ていると、我々は思ってたわけですけれども、これは加速器ですし、今でも一家に一台あるのは電子レンジです。電子レンジのマイクロ波を作っているのは、この小さなマグネゾロンといわれる加速器で、電子を加速し、それを止めることでマイクロ波を出して、それでご飯が温まるという仕組みですから、実は身の回りになる装置です。 でも研究に使う加速器というののは当然ももっと大きなものがたくさんあります。で加速器を発明したのは、このローレンスさんという私のバークルの大先輩にあたるわけですけれども、1930年頃に加速器というものを発見して、でその頃の加速器というのは、ここに写ってるんですけども、この手のひらの上に乗ってるのが、これは最初の加速器です。で、このぐらい小さなものから始まって、1934年に特許になっています。 でこうやって加速器を作ってきた理由というのは実は加速器はある意味で望遠鏡でもあるですから宇宙の小さな姿を見るための顕微鏡であるというそういう役割も果たしていますでなぜかと言いますと実はあの小さなものを見るためには使う波の波長が十分短くないといけません波っていうのはこう揺れてるわけですのでここに小さいものを見ようとしても波の波長より小さいものは回り込んでしまって見えなくなります 波長よりも大きいものであれば見えるわけなので、小さいを見るためには波長が短い波を使う必要がある。例えばこのコロナウイルスの写真を電子機ュで撮るわけですけれども、ウイルスは小さいので、波長が短い波を使う必要がある。で、その波長が短い波として使っているのが実は電子です。電子はもちろん粒なんですけれども、先ほどのミクロの量子疑学の世界では、粒が波でもあると。で、高いエネルギーの粒というのは、 波波長が短い波になりますですので、電子を加速して、それをウイルスにぶつけると、加速された電子はエネルギーが高いので波長が短い、波長が短いので小さいウイルスを見ることができる。こうやって顕微鏡のために使うというのが、この電子顕微鏡というもので、大抵の場合、ざっとこう建物の,の部屋の高さぐらいの,あの長さがあるあのえっと加速器を使います。でこうやって加速器というのを高いエネルギーに持っていくことで、より小さなものを見れる。 それによって最初の宇宙を調べるという、まあ、顕微鏡の役割を果たすわけですけれどもこれは長い年月にわたってどんどん大きなそして高いエネルギーに加速器が作られてきましたで今最高エネルギーの加速器がヨーロッパにある LHC と呼ばれるものでこれで先ほどお話したヒックス粒子を発見したわけですけれどもこれからは ILC というのが必要になってくるということですでそこでリニアコライダーという話になってくるわけです でリニアという言葉はもちろん、まっすぐの直線型という意味ですよね。で、1960年代から実はもう分かっていたんですけども、加速器というのは、LHC のような丸いものではなくて、いずれはまっすぐなリニアなものにしなければいけないということがもう分かっていました。なぜかと言いますと、丸い加速器というのは、加速した高いエネルギーの粒子をこうぐるぐる回していくわけなので、高いエネルギーになった粒子を少しずつ曲げて、ちゃんと丸の中に収まっているという必要があります。 ところが電気を持った粒子の性質として曲げると光を出して減速してしまうというこれはもう基本原理で決ままっていいる避けられない性質がありますですから高いエネルギーに加速した粒子を円形の加速器だけで曲げ続けますと加速するどころか曲げるたびに光を出して減速してしまうのでエネルギーを維持するために電力をつぎ込み続けるということが必要になってしまいまいすですからこれはものすごいエネルギーの無駄をすることになってしまうわけです。 一方、線形だと曲げる必要がありませんので加速しながらそのままずっとエネルギーを、ね、蓄え続けていくとそういうことができますのである意味でグリーンな加速器にするためには線形にする必要があるということですところが線形の加速器を作る技術というのは実は円形の加速よりも難しかったのでなかなか実現しなかったという現実もあります。 でこういう加速をするための超電動加速器空洞というものが必要になるんですけれどもこの開発が始まったのは実は1980年代でそれからもうざっと40年かけて開発を続けてきました。 で最初ののあの見積もりでは今よりも,もう10倍以上するコストがかかっていたんですけれども開発を続けていくことによって10倍以上のコストダウンをしでやっとそれで家族機が作れるようになったという技術ができたのが、まあ、ざっと10年前ですのでこれはある意味で本当に現在やっとできるようになったもう究極のハイテクノロジーです。 でしかも、過去こういう議論をされていたこと、例えば私が大学に入った頃もまだ分かってなかったんですけども、どのくらいの,エネルギーを作の加速器を作ったら、サイエンスにとって必要かということがはっきりしていなくて、当時はまあ今の,あの,あの,、えっと、あの単位を使うと、1500ギガ電子ボルトという加速器を作らないと、サイエンスの立場からはダメだということが言われていまして、でこんな大きな加速器を作るには、今の技術を使っても100キロぐらいの大きなトンネルが必要になってしまうわけですが、 そこでありがたいのは2012年に比較するが見つかったのでエネルギーとしては実はこの6分の1の250で十分であると。 で,ですから、6分の1のサイズで十分で、しかも、コストが10倍以上下がってきたので、まあ、ざっと100分の1のコストができるようになったと、ここでやっと実現性が出てきたというのが、このリニアーコライダーですそれでも高いっていって批判されてるのが悲しいところで、まあ、もっと安くなるともちろんいいわけですけれども、まあ、こうやってあのご覧のとおり、非常に頑張って、しかもサイエンスがこのエネルギーに精進がたまったので、やっと実現可能なプロジェクトになってきたというのが、現在のリニアーコライダーの提案です。 というわけで技術とサイエンスの目標が今になって揃ったっていうのがリニアコライダーだから今これをやりたいという時期になってきたわけです。でこういう長い間解決あの開発を続けてきますとよくあるのはサイエンスの目標がどんどん移っていってしまってせっかくやった開発が無駄になるということが時々起きるんですけれどもこの技術に限っては40年かけてやってきたのが逆に今になって。 実は重要なものだっったたとということが分かったですからこの頃に始めた人は本当に線形の目があったという、まあ、そういうあの技術であります。で先ほど話したように今世界にある一番大きな加速器はこのヨーロッパにいる l h キーという実験でざっと山手線の全周に相当する 27km のこの円形のトンネルの中にハイテクの機械がだーっと並んでいて。 円形で,ですけどあまりに大きいのでパッと見るとまっすぐに見えてしまうという、まあ、それぐらい大きな飛んでなわけですねでこの土管のようなものの中で陽子と呼ばれる小さな粒をぐるぐる回しながらハンマー投げのようにどんどん加速していって最後にガサンとぶつけるとでそれでもって宇宙をやり直すんだと。 宇宙をを作るタイムマシンをここでやってきたわけですでその結果あのヒッグス粒子というのが見つかって2012年には本当にこう私もフィーバーしましたけども、まあ、この分野の,じあの、えー、と発展が非常にこう長期的なものだというのはこのヒッグス粒子の提案は1964年。 それから実験の構想ができたのが84年、そして実際に建設開始したのが2001年で,で、発見が2012年ということで、まあ、こういう長いスパンをかけて、本当に標準理論がやっと確立し、でそれであのここにいらっしゃる記者の方もたくさん記事を書いてくださいましたけれども、こうやって本当にあの偉大な発見があったということが全世界に伝わりまししたたそそのの中でその研究ににもも日本が非常に貢献してていいいいるとううような記事もあの書いていただきました。 でその貢献した人の一人が日本人であるあの東大の浅井庄司さんで当時は准教授今は教授になれてますけども世界で同時にこの大発見を発表したという経緯になっています。 でこういうことを通じて我々は何歳存在するのかということに迫ってきたわけですけれどもそのヒックス粒子はなぜ大事かと言いますと、まあ、ここに写っているのは私の子どもたちの写真ですが、まあ、あの我々もみんなこう原子できているとで中心に原子核があるんだという話をしましたでこれが実は中性子と容子できているという話もしましたけれどもこの原子の中で電子がこうゆるゆると回っていないと原子は当然できないわけですねですがこの電子がゆるゆると回るというのは実は本当はありえなかったことで で電子を本当は光の速さで飛びたいもんですからこの中にこう収まっていることはできなかったんですでこれをきちんと原子の中に押さえ込んでくれているという大事な役割をしているのがヒックス粒子でこれが宇宙に充満しているんだということなんですでこういう宇宙に充満しているヒックス粒子っていうのは宇宙の始まりでは実はビュンビュン飛んでいました で熱い宇宙っていうのはまあこう水蒸気みたいにですね中にある水の分子がこうビュンビュン飛んでいるバラバラの状態だったわけですけども宇宙の始まりはヒッグス粒子もこうやってビュンビュンバラバラに飛んでいたとところがある時に宇宙に大事件が起こりましてちょうどこの蒸気の水が冷えてくると凍りつくようにそれまではラバラに飛んでいたヒッグス粒子が宇宙空間に凍りついたというそういうまあ大イベントが起きた時があると思われています。 その前はこうバラバラに飛んでいた無秩序な宇宙であったのが、こうカチンと凍りついて、宇宙に秩序ができた、宇宙時に秩序を作ったのがヒッグス・リュだという、まあ、大事な役割をしているわけです。でどのくらい冷えてきたときにこれが起きたかと言いますと、まあ、冷えたといってもビッグバンですので、温度としては4000兆度というまあ超高温なわけですが、宇宙の始まりからここまで冷えてきたときに、この大イベントが起きたんだというわけです。 で宇宙空間にこのヒッグス粒子が凍りつきますとほとんどの粒子はこれにガツモツぶつかってしまうのでもうまっすぐ飛べずにゆっくりになってしまうんだとところが光に限っては光は電気を持ってないヒッグス粒子に気がつきませんのでそのまますーっと行ってしまいますから文字通り光の速さで飛び続けるというわけですつまりすべての素粒子光以外の素粒子を光の速さから遅らせてゆっくりにすると いうのはヒックス粒子の働きなので、先ほど言いましたように、原子の中をゆるゆると飛んでいる原子電子というのは、ヒックス粒子があるおかげで、ゆるゆると飛んでいて、原子の中に収まっているわけです。ですから、もしヒックス粒子が宇宙に凍りついているものが、もし蒸発してしまうと、我々の体は10億分の1秒でバラバラになってしまいます。突然、電子が光の速さでびンっと飛びますので、我々は蒸発してしまうことになります。で、こういうことが起きないように、ちゃんと我々を抑え込んでくれている。 宇宙に秩序を作ってくれているこれがヒッグス粒子の大事な役割なんですけれどもまだ見つかったばかりですので一体何なんだというまあ、非常に素朴な疑問が解決できていません本当にまだ調べ始めたばかりです l h ではこの,あの陽子を2つぶつけたときにヒックス粒子ができてでそのヒックス粒子がすぐ壊れてしまってこの例ではこの光の粒2つこの緑色で示しているのが光の粒の光子ですけれどもそれに壊れてしまったつまりここではヒックス粒子の破片を捕まえてヒックス粒子ができたことを確認しているというそういう例になっていますでこうやって確かにできたことは分かったわけですけれどもその非常に不思議な 今まで見たことがないような素粒子であるということが確実になりました。というのは、今まで見たことある素粒子というのは全う、すべて永遠にくるくる回り続けるようなコマのようなこう、自転しているものです。電子も光の粒の光子もクオークも、みんな永遠にぐるぐる回り続けている。で回っているわけですから、向きがあるわけで,で、言ってみれば顔があるんですね。こう向きによって違って見えると。で今まで見つかった素粒子は、すべてそういう顔がある粒子です。 ところが、今見つかったヒグス粒子だけは、実はぐるぐる回っていない、自転していない、ですから、のっぺらぼうで、どっから見ても同じ顔なしのような、実は非常に気持ち悪い粒子なんです。で、私も大学院生の時にこにヒッグス粒子っていう理論をこう勉強させられたわけですけども、そんな変なものはないだろうと思いまして、実際、ヒッグスなんかないという理論を書いたことがありまして、ヒッグスレス理論と呼ばれているんですけれども、あのそれぐらい気持ち悪いし、信じられない。 しかも、そうやって今まで見たことのない粒子が一番大事な役割をするというのが標準理論ですから、そんなご都合不思議の理論はありえないだろうと思って、まあ、本当に信じられなかったんですけれども、見つかってしまいましたので、最近は国際会議に行くと、あのすみませんでしたってこれって謝ってるんですけれども、それぐらいだから気持ち悪いんですね。 でだからこ、こういうものが一個だけあるっていうのは本当に不思議なので、実は兄弟親戚がいるんじゃないかというふうに考えるのが普通です。ですから、兄弟親戚がいて、その新しいのっぺペラう族という素粒子がいまして、その最初の一人がヒックスだというふうに考えれば、まあ、こう自然な気がしてくるわけですね。だから兄弟親戚がいるんじゃないか。もしくは、ヒックス粒子も実はあのくるくる回ってるんだと。 回ってるんだけども、私たちの住んでる三次元空間ではなくて、異次元をぐるぐる回っているので、それで回ってないように見えるだけじゃないかということも考えてきました。もしくは新しい階層があって、ヒッグス粒子は実は素粒子ではなく、中にさらに小さいものが集まった複合粒子なんじゃないか 自然界にはももっと階層があるんだ考考え方も考え方られますでどの場合でも今までと全く違う新しい標準理論を超える理論になっていくという本当に新しい物理法則の最初の鍵になっている粒子だというふうに考えられるのでそれと先ほど言いましたように t i ックス粒子が新しい標準理論を超える物理の窓になっているだろうというふうに考えられているわけです。でしかもこの粒子に限って 宇宙空間に凍りついたというわけですから、そもそもなんでそんなことが起きたのか、これも表情理論では説明できていないので、どれも ILC が必要になってくる理由です。というわけで、例えば、ヒンクス粒子は実はあの異次元を回っているんだとで、異次元なんてこう変な SF のような世界に聞こえますけれどもあの、これはこういう話ですね。例えば、このゴールデンゲートブリッジの上の,このロープを渡っている人は、前と後ろにしか行けませんから。 言ってみれば一方このロープの上にいる小さなアリは前と後ろも行きますけれどもロープをぐるっと回ることもできるので小さなアリには実は2つの方向2次元空間が見えていると。つまり我々みたいな大きなものには宇宙は3次元にしか見えていませんけれども小さな素粒子には小さな次元が見えて 宇宙のどこをとってもそういう小さな次元が張り付いているんだというのがこの考え方で,でもし肥ス粒子がこっち向きにぐるぐる回っていると我々は回っているのに気が付きませんから回ってないと思ってしまうんだというわけです。 でこうやって新しい粒子を作り出すために加速あの活躍するのがすでに何度もお話している加速器実験なわけですね。で、LHC の場合には陽子という粒を加速しているわけで、陽子というのはこのミクロな粒子の中では先ほどのトップコークとかと比べるとそれほど重くない軽い粒子です。ですから言ってみれば三輪車みたいな軽いものを一生懸命こいで高いエネルギーまで持っていってからガサンとぶつけるという実験をしているわけです。で一生懸命いいだエネルギーというのが MC 事情でエネルギーを重さに変えるることがでできるはずだですから三輪車をこいだエネルギーが実は重いものを作る可能性があって三輪車の衝突から飛行機や戦車が出てくるんだとでこれが加速器実験の一番のミソですで実際こうやって軽いものをぶつけて重いものを作るということでヒックス粒子もトップクォークも見つかってきたというわけでこれは実績があることなわけですね。 でその中で例えばこの戦車というのがもし暗黒物質だとするとこれは見えないわけです。で見えないんですけれどもこっち側には飛行機が出てますからこっちに飛行機が出てるっていうことはバランスを取るためにこっちにも重いものができてるはずだと。でも見えないっていうことは見えない重いものを作ることに成功したんだというふうに確信を持てるわけです。 でこれを今までずっと探してきまして、まだ暗黒物質の証拠は見つかっていないわけですけれども、実際、こっちには重いものが出ているのに、こっちには何,何もないように見えるというイベントは少しずつ実際に見つかっているわけなので、これがいずれ暗黒物質を発見するという研究に結びつくと思っているわけです。ところが、LHC で今、これを探索を続けているわけですけれども、どこかに限界があると思われています。というのは、LHC ではくっきり見えないんですね。 例えば LHC で写真を撮ったのがこんな感じだとしますそうすると、あこれはこれアインシュタインの写真かなと思うわけですけれども、これを ILC でくっきり見ますと、いや、実はそうじゃなくて、これはうちの息子がハロウィンの夜にアインシュタインを仮装してるだけだということが分かるわけで、くっきり見ると、思っていたものと違う発見が出てくるということは当然あると。で、このくっきり見るというのが、ILC の実は得意なところです。 でなぜ LH で、こうぼやっと見えるかと言いますと、ぶつけるたびにこういうごちゃごちゃになっているからなんです。なぜこのごちゃごちゃになるかと言いますと、LH でぶつけているのは、この陽子という粒なわけですが、陽子というのは、中にクォークが3つ詰まって、でそれをのりみたいなものでくっつけたという、そういう複雑な構造したものをぶつけています。ですから、言ってみれば、豆大福をぶつけているようなもので、豆大福と豆大福をぶつけますと、あんこが飛び散りますね。で、ここで見えているのは、これ、あんこなわけです。 本当に知りたいのは小豆と小豆がぶつかって、それが消滅し、そこから重い戦車や飛行機が出てくるのを調べたいわけなんですけれども、一緒にあるこのあんこが飛び散ってしまうので、このごちゃごちゃの山で探していると、で特に暗黒物質を探そうとしますと、このごちゃごちゃの山の中で、線が1本だけ見えないというのを探すことになるわけですから、これは文字通りあのゴミの山の中から針1本探すという、あの英語ではこのニードルにヘイスタック。 あの星草の山の中に針1本があるのを探すんだというような言い方をしますけれどもそういう感じで非常に大変だということがわかると思いますだったらじゃあ小豆をぶつければいいじゃないかというのが ILC の考え方で小豆に相当する素粒子である電子と陽電子をぶつけるんだということですでもすぐ分かりますけれども豆大福みたいな大きなものは投げやすいですしぶつけやすいです ちちっっゃいいいもものっていうののてうは投げるのも難しいですし、ししぶつつけけるのはもっと難難いいででです。すすまり技術的に難しいわけですね。ですから先ほどお話しましたようにこの小さいものを投げるつまり加速するための技術は難しかったわけですししかもその小さいものを最後にこうちゃんとぶつけるっていう技術はもっと難しかったのでこういう技術が完成したのがざ、ま、っと10年前という新しいハイテクの技術が必要だったのでだから今まではリニアコライダーはできていなかったわけです。 でこの技術というのがだいたいこんな感じになるわけでこの最初にあの真ん中で作った電子の束を端っこに持っていきます。で端っこに持っていったものをここからリニアに加速していくわけです。でリニアですから曲げる必要がないのでエネルギーを失わずにグリーンに加速することができると。 でこの加速装置というのは、マイナス271度という非常に冷たい温度にしますと、2オブという金属がテイクテ電気抵抗を失って、電気抵抗が失ったことはあの、無駄がなく電気を流すことができます。そのために、無駄なく電気の力を加速に使うことができる。そのためには非常に複雑な技,あの技術が必要だったわけですけれども、この蛇腹みたいになっているところは、なんでこう蛇腹になっているかと言いますと、そこにこう電波をためることができるんですね。 で電波っていうのはちょうどあのサーフィンをする人が波にツンツンをされて加速していくのと同じように電波っていうのは光の波ですからそこで電気の波にあのちょうど電子を乗っけてやるとツンツンをされて加速するとでそれを最後にものすごく絞ります。 髪の毛の太さの1000分の1以下というものすごい小さな数ナノメートルのところまで絞るんですけれども高速でやってくる数ナノメートルのものをきちんとコントロールしてぶつけるというのがその小さなものをぶつける難しさでそういう技術もできるようになったというのが日本の高エネルギー加速研究所での技術開発です。でこれでヒッグス類子をたくさん作れるようになりますとまずヒッグス粒子の正体を調べると本当に表紙理論で言っているように1匹狼、これしかないというもののか。 もしくは超対称性理論というので知られていますけれども、兄弟親戚がいるのか、それともヒックス粒子の中にもっと細かいものがあって、素粒子ではないのか、その場合には、このヒックス粒子と他の粒子の力の強さ、これが先ほど言いました床和力ですけれども、それがあのあの特徴的なパターンを持ってずれてきます。このずれを見ることによって、ヒックス粒子の正体をまず調べると。 いうのが最初のポイントでそれで i l c はヒッグス工場というふうに言われていますヒッグス粒子をたくさん作ることによってその正体を調べるというわけですでそれに加えてビッグバンで起きたものを調べたいとでこのビッグバンの写真の先ほどの話をしましたけれどもこのちょっと濃いところ薄いところっていうのは実は本当にごくわずかなムしかなくて10万分の1の差しかありません でもこの10万分の1の差しかなかったものというのを頑張って育ててくれたというのが実は暗黒物質の大事な役割でこのほとんどのっぺらぼうだった宇宙のちょっとの濃淡をちょっと濃いところにあるちょっと多い暗黒物質が重力で前の暗黒物質を引っ張るともっと濃くなるのでさらに重力が強くなってもっとういものを引っ張りもっと濃くなるとさらに重力が強くなってもっと引っ張るというのを繰り返していくことによってこういうふうにコントラストがは,はっきりしてきたんだと。でこの暗黒 込まれ普通のガスは反応しますから、ガチャガチャやってるうちに光が出して、冷えて固まって星ができ、銀河ができて、我々わ生まれたんだと。で、こうやってあの暗黒物質が宇宙の構造を作ってきたと言われる構造形成理論は、実はおととしノーベル賞になっています。ですから、これはもう理論としては確立しているんですけども、分かってないのがその肝心な暗黒物質。 で暗黒物質がないという嘘の宇宙をコンピュータシミュレーションしてみますと、138億年経っても、こうやってコントラストが生まれず、星も銀河も我々も生まれないわけなので、この暗黒物質が本当に我々の生みのお母さんであるということなわけですが、残念ながらこのお母さんに会ってない、だから生き別れのお母さんです。このお母さんに会いたいっていうのも、この IGLC の大きな目標です。 でそのためにここで待っていきますけども、実はこのヒックス粒子というのがこの暗黒世界の窓になってくれるというのが理論的な予想です。で具体的にどういうことかと言いますとまずヒックス粒子を作るんですね。その作ったヒックス粒子がこの暗黒世界に行ってなくなってしまうという現象を探すことができるんです。 で今の地下実験でいろいろ暗黒物質を探しているんですけれども、なかなかこう発見できていないと、l h c でも探しているんだけども、発見できていない、ところが ILC までいきますと、l h c の将来の10倍のアップグレードに比べて、さらに10倍から100倍感度が上がって、でこういうところまで、ヒックス粒子が暗黒物質になってしまい、見えなくなると。 で消えてしまううフィックス粒子というの実は実見つけることがでできるんですねでこれが加速器で先ほど言いました戦車を作って反対側にあの飛行機があると飛行機の方が取られますから戦車の方がなくなってもちゃんと分かるんだという仕組みでもってしかもごちゃごちゃがない暗黒が飛び散らない環境で ILC を実験できますからそうするとなくなったものというのをはっきりと捕まえることができるそうやって暗黒物質を調べるというのは LHU よりもはるかに ILC の方ができるんだというのがこのグラフの言っていることです。 でしかも、こうやってこうぶつけたところをあの実験でやるだけではなくて、これ、数でに最近分かってきたことは、他にもいろんなことができる。 というのはその電子と陽電子の部位がやってきてまあ衝突させるわけですけれども衝突させた後のビームというのは実はこれ捨ててしまう必要がありまして捨ててしまう,こうゴミ箱のことをダンプというんですけれどもでも単に捨ててしまうわけでもったいないわけですねでせっかく高エネルギーの粒子がここにやってきてこの水のタンクにこうぶつけてまあ捨ててしまうわけですが水にぶつかった時の反応から実は暗黒物質ができる可能性もありますでそういうものを探そうというのを最近議論されるようになりました それから、ここでぶつけた後に前方にこうダーっといろんなものが飛んでいくわけですけれども、その中にも暗黒物質あるかもしれません。ですから、このぶつける実験をここで中,あの中心にするわけですけれども、その先の、ビームが行く先の方の方にも、こう、あの実験装置を置いてやると。できたヒグスリ紙が壊れた暗黒物質に行く場合には、横方向に向く可能性があります。 で途中で加速しているビームも途中で取り出して実験をすることができてそれでも暗黒物質を探すことができるというわけでいろんな方法で暗黒物質を探すことができるんだと。で最近やっとこういう研究を進めてきたんですけれども暗黒物質を探すには今言ってるのはダンプあのビームを捨てるところからも探すことができるし。 それから前方の装置でも探すことができるというわけで、こうやっていろんな方法で ILC の施設を使う、つまり衝突させるっていうのがコライダーという加速器ですけれども、それ以外にも様々な方法でこれを活用して、最大限サイエンスをやっていくんだというのが ILC のこれからの目標になってきます。ですからこうやってどんどん,どん,どん施設を拡充していって、長い時間使い続けていくという、そういう施設になるわけです。 そしてさらに最後にお話したいのは、先ほどちょっと言いました、なんで宇宙に反物質がないのかという話ですね。でこれが人類が初めて作った反物質、電子の反物質である陽電子で、この陽電子を ILCD は加速するわけですけれども、この陽電子が先ほどお話ししたペット検査に使われているので、あの加速器を使って陽電子を作るというのが、今ではがんの診断に使われているわけですが、こうやって必ずエネルギーをつぎ込むと、物質と反物質が1対1できる。 これがこのキューリー夫人のお嬢さんである、えーとえー、とイレーヌ・キュリーさん、旦那さんであるあのジョリオさん、このお二人がノーベル賞になってますけども、こうやって物質と反物質を必ずペアでできるわけです。で、宇宙の始まりは、インフレーションというものすごいエネルギーが宇宙をビヤーッと引き伸ばして作ったという話をしましたけども、そのインフレーションのエネルギーが物質に変わるときにも、必ず1対1で物質と反物質がで,できたわけです。ところが、1対1で物質と反物質ができますから、 そのまま放っておくと、一対一で物質と反物質が出会って、またあのエネルギーに戻ってしまうわけですね。でそうなると、宇宙は空っぽになってしまって、我々は存在できません。ですから、宇宙の始まりにできたこの物質と反物質で、ある変化が起きて、この反物質のごく一部、ざっと10億分の1個が、何らかの方法で物質に変わったはずです。 そうでないいいと、とととずれ物質と反物質質ががが出会って、てどどんどんん。消滅していくきに、我々が残るここありえませんこのたった10億分の2個というのが我々なので言ってみれば我々は完全消滅の危機に瀕していたわけですけどもこうやってその危機から救われたとで10億人の友人を犠牲にしたわけですけれども何らかの方法で反物質と物質が入れ替わったので我々は生き残ることができたとですから我々をこの完全消滅から救ってくれたスーパーヒーローがいるはずなんです。 でこのスーパーヒーローが実はやっかいのこの暗黒のセクターにいるんではないか。で私は最近そういう論文も書いているんですけれどもでそれが本当だとしますとヒックス粒子がまず暗黒セクターに行っていっぺん見えなくなります。でもこの暗黒セクターの粒子は我々の世界の暗物質に関係しているわけですからいずれ我々の粒子に戻ってくるということでヒックス粒子が いっぺん見えなくなったものが我々の知っっててるる粒子に戻ってくるという非常に珍しいい壊れ方をするっていうのがこここで重要なな信号になってきますでこうしたものを探すというのは現在ヨーロッパによるシ史に比べて ILC では1000倍から1万倍もの感度で探すことができるようになりますのでこうやってヒックス粒子と暗黒セクターの粒子が我々を救ってくれたのかということを調べるにあたっても ILC でヒックスをたくさん作るんだということが非常に重要になってくる。 でこういう研究でもって、先ほど言いました、ビッグバンの表面から、さらにぐーっと吹き込んで踏み込んで、宇宙が始まってからまだ1兆分の1秒しか経ってないところの姿、ここで起きたヒッグスルーシーが宇宙に凍りつくという大事件、そして我々を完全消滅から救ってくれたのかどうか、そこに暗黒物質ができたんだろうか、こういう問題に迫っていくことで、本当に宇宙の始まり、我々の存在というものを調べていくというのが、ILC の最初の目標です。 でしかもこれはあくまで最初でこの先がずっとあると思っています。で今まではこの高いエネルギーに行って新しい粒子を探すということで LHC が今最先頭を走っているわけですけどもここでヒックス粒子が見つかったのでこれで標準を定めてこれを調べていくんだという話をしました。で LHC とはなかなか新粒子が見つからないのでこの先どうなるのかなってこう、まあ、こう心配にもなってきているわけですけども今お話したように ILC ではまずヒックス粒子をきちんと調べることによって でこの先にどういう階層があったり、それから新しい次元が開けたり、それから超対称性があったり、まあ、そういうものを見つけていく、まず最初のヒントを得ることができると思っていると。でそれに加えてさらに LHC ではごちゃごちゃ、ぼやっとしか見えていないものをくっきり細かく見ることができる ILC の特徴を突き出すと、LHC ではなかなか起きないような稀な反応を探すこともできるようになります。ですからエネルギーとしては 高い能力がいらないんだけどもめったに起きないまれなものを探すためにアイルシが重要で,でそこに暗黒物質とか反物質の証拠というものが見つかってくるというのが今の考えですからそれを調べていく必要があります。 そのためには現在では低いエネルギーのコライダー、例えば今すでにつくばにありますスーパーケック B というコライダーが非常に優秀なコライダーでそれを使って調べてこともありますしそれからコライダーみたいにこれ両側からぶつけるのではなくてあのターゲットにぶつけるという固定標的型の実験。 そして天文とか宇宙の観測からいろんなものを調べるというのが現実に行われているわけですが、ILC ではその衝突型の実験からも迫れますし、先ほど言いましたように、ビームダンプを使った実験からも迫れるということで、もっと多角的に迫れるようになっていきます。そしてこうやってやるのが本当に最初の目的ですけども、いずれはさらに ILC 自身もエネルギーをアップグレードしていくことによって、この雲を突き破って、本当にいろんなものが見えてくるんだという長い設備になっていく。 それが ILC++ という、私が最近提案している考え方ですで。実際、リニアにする利点というのは、先ほど言いましたように、エネルギーを失わないというだけではなくて、まっすぐですから、それをさらに伸ばしていくと、もっと高いエネルギーまでいけるわけですね。ですから、まっすぐだというのは、継ぎ足すことができる。円形だと、継ぎ足してもっと大きい円にするということはできませんので、大きさは決まってしまいます。でも、リニアは継ぎ足して高いエネルギーにいけると。 でこれもいろんな標準がもう定まっていましてどのエネルギーにいくと何が調べられるかということがあの分かっていますので今の技術でももっと高いエネルギーに行けることがすでに分かっていますし新しい技術の加速器を使うともっともっと高いエネルギーに行くことができるという開発も進んでいますですからこういう高いエネルギーに行ってどういうああのあのサイエンスが開けてくるかというのも今の研究の焦点になっています。でそののためにあの私はこの 物理と加速器の研究グループというのの部会長に選ばれましてで、そこでこれからこういう組織を作って、もうすでに世界でざっと100人ぐらいの人がこの組織に参加していまして、その中でこのリーダーとしての役割を果たしているのは、実は日本はアメリカに次いで多い人数が参加しています。というわけで日本は非常にあの活発にこういうことに参加していまして、研究の本当にリーダーシップを取っていると。でそうううううするととこういいう加速器器ののの研究に使う測定のデザインというのも日本を 中心としたあの ILD と呼ばれるグループと、アメリカを中心した SID と呼ばれるグループが活動していまして、で今ではこういうデザインの最適化もしくは新しい技術をどう取り入れていくかということを研究している段階です。で日本のチームはこういうさまざまな建築の技術で非常に大きな貢献をしています。 でこれをどういうふうにやっていくかというのを、我々も発信も心がけているつもりで、このニュースラインというのは毎月1号を発行していく計画ですので、の KK の高橋里香さんが今日もいらっしゃいますけれども、あの中心になってこれをやっていて、あのあのドイツのバーバラさんと、それからえっとフランスのペリンさんもこれで一緒にやってくれているという、世界的なこういう情報発信をしていますし、ツイッターでも発信をしていますので、ぜひこういうところにこう注意を払っていただいて、今、何が起きているのか、これから何が面白いのか。 次はどういうステップをやっていくのか、こういうことをぜひこれからも追っていただきたいと思います。というわけで、ILC は宇宙を作るタイムマシンなんだというのが今日の私のお話で、こうやってサイエンスを進めていこうというのが ILC の壮大な計画です。ありがとうございました。